準決勝マサトの相手はどちらか。このラウンドね、すごいコンビネーションだ。このラウンド、あのサワーがね取り返したらもしかしたら同点になる可能性もありますね。第1ラウンドにサワーからダウンを奪ったカラコダ、これ2ポイント取ってますから、はい、あのカラコダがですね、はい、第2ラウンドをサワー選手が1ポイント取り返したとしたら、はい、このラウンド勝負ですよね。ここもチャンピオンを取らないといけない赤いグローブ、チャンピオンを取らなくちゃいけないし、カラコダは攻め続けて悪くてもドローにしていかないと、はい、タイにしていかないとダメですよね。チャンピオンの気迫か、それともカラコダの勢いか。まあ、何にしてもあれですね、次に当たるマサト選手としてはどちらが勝っても無傷で済まされないですね。藤森さん、はい、赤フォアサイドですが出血は止まったようです。そしてセカンド陣3分だけだ頑張れ、そしてコンビネーションもっとスピードを出して打っていけと話しています。準々決勝から大激戦となったサワーサイドの情報は駒田アナウンサー。さあ前蹴りでカラコダの前蹴りという練習してきたキックを見せます。サワーは気迫を気合いを込めて左ボディー、このラウンド取れなかったら負けますもんね。連覇に向けてこのラウンド絶対取られないとダメ、もう引き下がれない、チャンピオンがね、プチ本当にあのローキックは効いてますよ。さあ、あと、右のハイキック、アンディ・サワー、ここまで準備万端、しっかりと整えてこの舞台に連覇に向けてやってきました。アンディ・サワーがポイント出して、カラコダも下がりません。マサトと戦うためにはサワー引き下がれない、左のローキック、やっぱりこれだけ足を決められちゃうけど、パンチがやっぱりいくらもなってきてるよね。ちょっと前に出れなくし、パンチが弱くなってきますよね。ロープ際に追い込んでいこうというカラコダも、なんと第1ラウンドをダウンを奪ってから勢いそのままに。さあ、まもなくファイナル1分となります。ここ勝負ですね。わー、取り返しましたね。ガスリー、サワー取り返した。これはすごい、これがチャンピオンですね。さすがアンディ・サワー、すごい両者ともに1つよく返しましたね。ラウンドを起して、さあ一気に行くのか。あー聞いてる聞いてる、このこと危ない、このこと危ない、この時にサワー、マサトと戦うためにサワーが行く、マサトの相手のサワーか、捕らえられるか、カラコダ、ワンツー、聞いてる聞いてる、現チャンピオンが逆襲。サワー強い、1ラウンドいきなりダウンを消した現チャンピオン、アンディ・サワー崖っぷちのファイナルラウンド、見事に試合カラコダからダウンを奪って KO 勝ち。準決勝マサトの相手はチャンピオンのアンディ・サワーです。いや、谷川さん、これもすごい試合だった。見事でした、このチャンピオンの意地、これもすごい試合でしたね。この試合をどんな気持ちでマサトが見つめていたのか。カラコダ惜しかったですね。あと一歩のところまで行きましたが、さすが、まあだけどディフェンディングチャンピオンですね。底力見せましたね。底力っていうのはね、やっぱチャンピオン誰だけどありますね。こういう底力を持ってるんですね。カラコダがワンツーで出てきたところをしっかりとタイミングを見計らって、ワンツーでまずはダウン、そしてロープイヤーに追い込んで連打連打ラッシュを見せた。負けられないアンディ・サワー、素晴らしい試合でしたけど、魂を込めた準々決勝激